This is あゆてるということで、今回も、イラストメイキングやっていきたいと思います。はい、今回はですね、今回はですね、今3月ですね、3月に描いたイラストになっております。で、3月何描こうかなとかいろいろ考えたんですけれども、まあ、やっぱ3月といったら卒業かなということで、それっぽいものを描きました。で、この3月のイラストはですね、ピクシブファンボックスのうちの子私立高校入学コースの、カバー画像としてもね、使う予定があったので、制服着てる子を、まあ、描こうっていうのが、まあ、まず最初にあったんですけども、それで描きましたね、今回。で、今回ね、しっかりカラーラフを描いてやっていきました。今カラーラフが終わりましたけども、お知らせの方に入ってますけども、今カラーラフが終わりましたと。で、カラーラフね、ちゃんと描いたんですよ。前回の2月のイラストの時に、2月のイラストまではカラーラフっていうものを僕描いてないんですよね、いつも。まあ、めんどくさかったっていうのが理由なんですけども、やっぱそれじゃダメだなという感じで、まあ、小説の挿絵とかはね、まあ、もうペン入れしてから、カラーラフっていう、ラフ、ペン入れ、カラーラフ、塗りっていう形で、もうスピード、結構スピード重視でガーってやっていくんだけど、こういう一枚絵、もう挿絵とかじゃなくて1枚絵の時はちゃんともうカラーラフとかやるべきことをやっていこうって思いました。はい、まあこれはね、前回2月のイラストの、ファンボックスに入ってくれてる方はそっちの記事でも、まあ、事前に書いてたことだったんですけども、このカラーラフ書いてきますっていうのはそっちでも言ったんですけども、で、私ですね、この顔を今書いてますけども、この顔のね、パーツのバランス、目の位置がどうだとか、目と目の間のね、どんぐらい開けるかとかっていうのがね、結構苦手。どうやったらちょっと理想の可愛い顔になるんだろうかっていうのをね、すごいね、ちょっと今現在進行形で模索してるんですけども、はい、ね、お知らせでございます。これ毎回動画に挟んでますけども、私ネット販売をねやっておりますので、そちらではですね、うちの子のグッズを、販売しておりますので、複製原画とかもねありますから、ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで、メイキングに戻っていきましょう。ここからはですね、塗りかな、あ、塗りって書いてありますね、塗りでございます。で、この絵の前にアマオモの挿絵を確か描いたんですけども、そのぐらいの絵からですね、この顔の肌の塗りっていうのを、目の周り縁取るとか立体をちゃんと意識するとかっていうのをね、細かく一回調整したんですよ。で、そしたらね、まあちょっとは良くなったんじゃないかなっていうふうに思っております。で、今足の肌塗った時に最後ピンクをね、シュッて暗いところに入れるのに最近ハマってます。はい、で、髪の毛はね、これ最初に一影の色でグラデーション塗るのにハマってます。はいハマってますっていうことでね。で、この髪の毛ね、このザクザクっと三角形的なものを描いてる、言ってるじゃないですか。で、それの先をね、ぼかそうかどうしようかっていうのをすごい悩んでます、最近。ぼかしてみたり、ぼかさないでみたりみたいな。で、つむじもね、なんかちょっとよくわかんない感じになって、まあ別に変には見えないとは思うんだけども、つむじもね、ちょっと最近調整中でございます。で、ハイライトの入れ方ね、ちょっとこの絵からちょっと違う感じにハイライト入れようかなっていうのに挑戦してますね。はい、最近はね、結構ちっちゃい丸点点点点って入れることが多かったんだけど、今回はちょっと H みたいなね、形で入れてみようかなって思ったんだけど、やっぱりこういう N みたいな感じとか、なんか
変えてみようかなとかって思っていろいろやってますね、この絵は。はい、こう間にね濃い色で入れたりとかもしております。で服ですけども、こういうさ、なんかさ、濃い色の服の影色ってむずくないですか。なんかあんま濃くしすぎてもさ、見ててなんかよくわかんなくなっちゃうしみたいなね。でこれね、今回この制服はこの絵のためにデザイン考えたんですが、めちゃめちゃいいのできたなって思っちゃって、私今回この絵で描いたこの制服のデザイン結構気に入ってるんですよね。この色合いが結構好きで、個人的にはもしかしたら今後私が描く漫画とかに採用するかもしれない。これはこの1枚絵でしか使わない予定だったんだけど、なんかこの色合いとかめっちゃ気に入っちゃって、めっちゃ好きなんで、ちょっとまた使うかもしれません目の塗り方はね、まあなんか結構最近安定してきました。背景がね、今回背景めちゃめちゃ大変だったんですよね。ちょっともう時間かかってもいいからちゃんと調べて一個一個こだわって描いていこうと思って描いてっております。で、まあ、背景ね、こう書き込んでいくのは結構楽しいっちゃ楽しいんですけどね、書き込んでてもなんかあんまりそれっぽくなってないような気がしてきて、途中でなんかもう心折れてくるみたいな。で心折れてきたらもうだんだん焦ってきちゃって、早く完成させてしまおうぜもうこれって思ってきちゃって、結局雑になっちゃうみたいな。でもなるべく 焦りそうになったらこう焦らないように自分コントロールしてるんですけども、なかなかね、こうちょっとまだ、まあ、背景こうがっつり練習とかもしてないし、まあ、なんかあんま練習とかしたくないんで、もう本番が本番積んで、まあ、上手くなっていくっていうのが僕いいんでそうしたいんで、練習とかしてる暇あるからみたいな感じなんで、だからなんかまだ書き慣れてない感じあるかなっていう感じですね。まだまだもっと背景はちょっといろいろ書いていかないとダメだなって思いましたね、今回ね。でこのタイルとかこの後描く草原というか、まあ芝生とかそういうのをやっぱり結局質感勝負かなみたいな感じしてて、結構僕 G ペンでゴリゴリ描くんですよ、塗りの時も。まあちょっと G ペンじゃなくてガサついたペンとか、まあなんかやった方がいいなっていう、こうパキッパキッとちょっと境界線を作りすぎちゃってる感あるんですよね。なんでちょっとそこを踏まえて、ね、次の絵から行きたいなっていうふうに思ってます。で今回ね、あのブラシをね作ったんですよ、あの草描く時とか大変だから。でブラシは作ったことあったんだけど、なんかねあんまり作ってなかったから今まで、これからはブラシなんかもう自分の使いやすいブラシをね、背景に関してはあのなんか G ペンとか太さとか筆圧とか変えるのとか俺よくわかんないから、もう全部初期設定でやってるんだけど、こういう背景の草とか木のなんていうか木の葉っぱとかそういうのはもうあの雲とかね、ペン先作ってやりたいなって思っております。はい、まあ、なかなか難しいですね。やっぱ背景はもっと描かないとダメだと思いましたね。なんか昔から背景を逃げることはね、あのしないでやると思って絵描いてきたんで、背景を描かないっていうことはねないんですけど、うまく描けてるかっていうとそういう話別なんでね。まあでも今回はね背景ちゃんとねきっちり調べて描いたっちゃ描いたんで、普段よりはね確実に良くなってるとは思ってますけども、どうなんでしょうかという感じなんですが、まあね自分の中ではまあパッと見別に変ではないと判断したからネットに上げているので、皆さんにね見ていただいているのでどうだかなっていう感じです。今描いてるこの辺はあの自分で作ったペンでゴリゴリって描いてってますね。この色合いがねまた難しくって、どんぐらいの色相をあの動かしていいのかとかね、なんかもう後半よく分かんなくなっちゃった気だったんですよね。どうしたらいいんだこれみたいな、よく分かんなくなってきちゃったんですよね後半ね。もうなんかもう
ゲシュタルト崩壊してきたみたいな、あれこの色いやなんか変かなみたいな、もうどれが正しいか分かんなくなってきたみたいな、その辺もちょっとトレーニングしないとダメですね、はい、そういうのを思ってましたね。それで書いてましたよ。やっぱね、人物を今までやっぱ塗ってきただけに背景の塗りもやっぱ時間かかるし、慣れてないのがバレちゃうかなっていう感じ。ただこの桜のね、右側にちょこっと見て、今塗ってる桜の木の幹は今回めっちゃいい感じに自分はあの描けたので満足してるんですよね。はい、ということでもう空とねちょこちょこっとあの明るいとこ暗いとこ出して完成となりますので、今回もありがとうございました。